べじゃないの。うるせえな。ほっといてくれよ、忙しいんだから。忙しいって秘密作戦か、なあ、甚平。教えてくれよ、甚平。なんなら手伝ってやってもいいわ。見りゃわかるだろ。なんだこりゃ。こりゃ地図だわね。なのに、これによるとだな。え、なんだと。珊瑚礁を三日月型に埋め立てるだけでないの。どういうことかいの、こりゃ。鈍感だな。いよいよギャラクターが三日月基地を狙い始めたんだ。そこでオイラが三日月基地を作ってんだよ。偽物のね。え、三日月基地の偽物。これでギャラクターを罠にかけてやるのさ。うまくいくぜ。どうだい、リュウ。グッドアイディアだろう。このつばくろの甚平様を見直したかい。ベニヤ板だ。こんなチャチなもんで騙されるもんか。科学忍者隊の中でこんなバカバカしいことすんのは甚平くれなもんだわ。ガレッチョ、死ぬな、死んじまえ。製造国家の勝利を祈るわ、甚平司令官殿。ミミズクの竜が笑ったのも無理はない。ギャラクターは本物の三日月基地が一種の巨大な船であり移動基地であることを知っているからだ。甚平が作った偽三日月基地は本物のサンゴ礁だ。もちろん1センチといえども移動できない。竜には甚平の罠が子供の遊びに見えたのである。博士、基地の偵察が終わりました。異常はありません。ご苦労、待機していてくれたまえ。だねえ博士、甚平のやつおかしなこと始めましたわ。何を始めたの？それが偽の三日月基地を作って戦争ごっこをやるんだって。すごい意気込みなんだわ。あいつらしい思いつきだな。感心してる場合じゃないわ。すぐやめさせなくっちゃ。いや、その計画に乗ったのはこの私なんだ。確かにこれは子供騙しかもしれんが、思いつきが突飛で逆にギャラクターの意表をついていると思われる。じゃあ甚平がやっていることも今度の作戦の一つなんですね。これを見たまえ。一見何でもないこの赤い液は特殊イオンを着色したものだ。金属が一度この赤い液に染まったら絶対に取れない。そしてこのイオンは私が作った特殊レーダーにのみ反応する。どこに隠れようと赤い液に染まった金属体はこのレーダーから逃れようがないのだ。わかったわ。この赤い液をギャラクターのメカにかけようっていうんですね、博士。そうか、敵の動きが分かれば叩き潰すのは簡単だぜ。それでおびき出す餌を偽の三日月基地にするわけかいの。なるほど。じゃあ博士、狙いはギャラクターのメカを本拠に追い込んでその位置を探り出そうっていうんですね。その通りだ。すでにギャラクターのメカをおびき出す準備は甚平が始めている。へえ、あれでギャラクターをに。これは偽の三日月基地作戦だ。君たちは全力を挙げて協力してほしい。あざや！ガッツ様、何事だ、想像し。はっ、三日月基地の位置が分かりました。何、本当か。はい、これをご覧ください。これは我がキャラクターが誇るスパイ衛星がキャッチした写真でありますが、ご覧ください。おお、
これが噂に聞く三日月基地。どうです、この鮮明な写真はバッチリです。でかしたぞスパイ衛星隊長、よくやった。今からお前を秘密基地司令官に昇進させてやろう。は、身に余る光栄であります。よしよし頑張れよ。お待ちください、カッツ様。なんだ、これは三日月基地ではありません。なんだと、パトロール隊長、どうしてだ。確かこの地点にはちっぽけなサンゴ礁しかありませんでした。我々パトロール隊が確認しております。嘘です、こいつは私の昇進を得たんででたらめを言っているんであります。何、知ってならんこと言ったな。そっちこそ気が長くて何よ。一体どっちが本当なのだ。私の方です、私の方です。黙れ、うるさい。緊急情報、我が通信隊は謎の電波をキャッチしました。位置、赤道直下、東経170度です。ここだ、やったー、できた。よし、核秘密基地に命令、全海底戦車軍団は直ちに出動して三日月基地を包囲、これを撃滅せよ。はっ。一方、作戦準備を完了した科学忍者隊は、偽三日月基地を中心に半径100キロの円を描きながら、ギャラクターのメカを発見して迅平に知らせるため、ゴッドフェニックスで紹介に当たっていた。遅いな、ギャラクターは。まだ気がつかないのかな。また人兵が送信を始めたわ。あいつよく飽きもせずに頑張ってるじゃないか。バカバカしい、ギャラクタなんか来るもんか。なぜだ。どうしてわかるの。だってよ、あの偽の三日月基地のチャチなことよ。それでアホらしくて話にもならんわ。あれじゃ子供だって騙せねえ。まして勝手を騙すなんて俺は信じられねえ。